はいどうも、松本潤です。嘘です。はい、ということでね、今回パート2ですね、やっていきましょう。前回ね、結構気になる終わり方にね、しましたね。どうなってしまうんでしょうかね。はい、で、まあガガゼトさんのね、山のね、山頂らへん、山頂っていうか、まあ遺跡があったんですけどね、その遺跡の中にスフィアがあるということで、そちらをね、ハンターしていきたいと思います。ということで、パート2でございます。どうぞ。びっくりしすぎでしょ今。え、何、高所恐怖症なの？え、ユーナって高所恐怖症なの？初めて知ったんだけど。大丈夫か？大丈夫ない。ちょっとアングルが、ちょっと アングルが間違い、大丈夫ではないと言え。あ、むしむし。ちょっとアングルがまずいですね。返事は一度閉める。いいねそれ。てか兄貴マジで上手くなったね、言葉が。せーの。あー、しないっす。リュックかわいい。ありがとう、ちょっと危なかったよね。そんなことない。ちょっと。はい、もう大丈夫。兄貴うるさ。ユーナ、リュックを頼んだぞ。てかさ、ユーナさ、一本だけさ、めっちゃ髪長くね。一本じゃないか、ほら束になってんだけどさ、ほらこれこれこれ、後ろのこれ。長くね。え、ユーナ高所恐怖症なのかな。初めて知ったけど。ジャンプアクション、罰をしながらジャンプできる場所に移動すると自動的にジャンプ。罰をしていないと壁際でバランスを崩すので注意。あ、なるほど。あ、罰を押しながらでいいんだ。楽になったね。楽になりましたわね。これもしかして落ちることできる？あ、落ちれねえわ。罰を押しながら登ることができる壁や段差に近づくと自動的に壁や段差をクライミング。へえ、楽になったね。前は丸押さなきゃならんのかったんだけど、はい、これちょっとわざと落ちていいかい。下に降りることができる場所では罰を押さなければ段差を下にジャンプ。ああ、なるほど。えい、雷の指輪。あ、これ絶対あれじゃん。あー、これ下ありそうだけどないか。お、すっごい、跳躍力えぐ。行きましょう。これじゃあ近づけないね。近づけないね。別ルートを探そう。どこに行くんだ。あ、セーブスピア。よし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 。なんか下行けそうじゃないこれ。気のせいでしたね。あ、敵出るわ。懐かしい。あ、ユーナ歌ったまんまなんだけど。ガンナの方がいいよね、多分。レッペッカー。いいっすね。おお。演出がいいな。はい。余裕でしたわ。スタイリッシュになったね、非常に。行き止まりか。行き止まり？いや、まいったね。なんかあるぞ。まさかこれ試練の間か。この機械動くかな。なんだろう。さい。あ、ちょっと待って、話せるかもしれない。おとなしく引き下がるか。あ、なんかあのセリフの出る感じが変わったわ。かわいいリュック。ん、見て見て見て、これこの動き、リュックのこの動き。あ、ちょ、この走りが邪魔で見えない。ここあのわちゃわちゃするあれ好き。起動。どうだ。うわ、動いた。
丈夫かな、これ。怖いね。こりゃ怖えわ。そりゃ怖えわ。あ、止まった。大丈夫か。どうした？大丈夫か？だった。大丈夫ないかも。大丈夫ない。辛いか。兄貴惚れてんなマジで。これでまた上に戻れそうだね。坂が下に降りてって。うわこれ絶対こっちあるよ、絶対こっちあれある、宝箱ある、俺のお、あ、こっち、こっちがあれでした。あれまた覚えか、お前ルブランだよ、覚えておきな。魂のルブラン、 あの泥棒なんてこと言うんだい、これだから素人は。弾をと面倒だから適当に。そこの聞こえたよ。だから素人は嫌なんだよ。なんだお前素人素人うるせえな。本物のスフィアハンターってもう全然理解できていない。私たちをつけてきたくせに偉そうに。そうだそうだ、つけてなんかない、偶然だよ偶然。絶対偶然じゃねえ。やっぱりお嬢の言う通り。こいつらをつけて正解でしたね。こいつらめんどくせえな、右脳さの。笑うんじゃない、しつこいね。お前シーモアか、これさ、あ、待って、絶対可愛いじゃんこれ、リュックの見たい。え、ちょっとまっか、期待選手でいいよ。パワーブレイクでこの人、え、やば、うわ超かわいい。私にマイク持たせたら絶対離さないよ。やばくない、めちゃくちゃかわいいんだけど、やばい。ちょっとあの正面から見せてほしい。正面から見せてほしい。マジで正面から見せてほしい。マジで、ほらしっかり押し、お願いだから正面から見せてくれ。ちょ待って、こいつ変えてみようか。欲しい、あ待って、言うのやべえ。サファインのシーフどうなるのか。いやマジプリキュアやんこれ、すごい。あー好きじゃ、気をつけな、全然好きじゃない、奪い取るのは物だけじゃない。全然好きじゃない。選手のリュック見たい、盗めるかな、またさあリュックの。なんで泣いてたんだろう。さあどうなる、もうシーフといったらリュックだ。あ違う、これ選手だ、すげえ。武器も変わってる、やばい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 、めっちゃ強い。でも戦士だと攻撃力上がるね。いてー、いけ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 、ナイスナイスナイス。隠したって無駄、イエーイ、すごいな、おもろ。これあのふん、手加減してやってるのに調子に乗るんじゃないよ。結構危なかった。ドローン、ずるい。ひどいよこれ。いやーでもこれ結構きついわ。パインは締めてやるっていうのが口癖らしい。見え見えなんですけど、ルブラン一味と競争、ルブラン一味より先に頂上を目指せ、ルブラン一味はどんな邪魔をしてくるかわからない、勝利条件、一石二鳥。あらマジかよ、早いね。これショートカットできる？できた。出たわね。疲れたの。ゆっくりしていけよ。
うわ、一人かと思ったら子分連れてきやがった。叩ってる。あら、さあ行きましょうか。叩く。で、こいつお祭りし行こう。見たいですね、ファインのお祭りし、どんなもんなんでしょうか。プリキュア。おお、チョコボが可愛い。気合い入れようか。さあどういう、あ、やべ、お祭りコマンドやればよかったよ。っしゃ、デュー、お祭りしよう。ん、やばい、効果見てなかった。効果アビリティギロンです。よっしゃ、ちょっとやばい、もうあの画面が忙しすぎて実況しづれえな、目まぐるしくなりますね。さあ中入って、あ、これ敵出そう、出るわ、いきなり出たわ。あいつ俺きついぞ。お祭りはもういいや。こいつのガンダムみたい。これ今誰だ、ユーナか。ユーナの戦士とか見たいんだけど。リュックの戦士は見た。とりあえずこれでいくか。あ、モーションはみんな似てるね。今からお前は敵じゃない、撃たれるだけの強敵だ。あ、てかボムあれじゃん、3回攻撃されたらさ爆発するのなくなってんの。旦那キャラなんだっけ、名前忘れた、歌姫だ。かわいい。照れてる場合じゃないよね。うん、場合じゃないよね。まあ言うても別に変えるんですけど、ね、お祭りに行きましょう。どんどん行こうか。てか俺何を盗んだのかもう俺見てねえんだよな、画面が忙しい。あ、すごい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、この浴衣かわいすぎるんだけど。戦ってる気がしないな。この大きな声がする下駄、ナイス。敵が全然死なない。とりあえず連打で、ん、ファイヤー、ん、ファイヤーとブリザーが、ファイヤーとブリザードがそれぞれで、ウォーターとあれがあれだもん。さあさあ、こっちは何、あ、なんかある、何ですかこれ、ん、えい、何が起こる、何も起きねえわ。こっちは、えい、なにこれ、あ、これで動けるようになったと。はいはいはい、こっちか、ふふふふい、こっちか。え、てかやばい、お祭りがめっちゃ強いんだけど。強いでしょ、お祭りめっちゃ強いんだけど。全員お祭りでいいかもしれない、これはそれぐらい強い。待って、行ける場所が多い。あー、ちょっと待って、おお、怖い怖い。え、わかんないわかんない、だって迷路すぎる。うわ、気持ち悪い。めっちゃ早いねんって、マジで。うわうわ、再生再生もうひたすら戦う連発、わかんねえな。待って、本当にどっちかわかんない、自分がどっち行ったらいいかマジわからん。ん？合ってんのかな。あ、宝箱だ。
まあ、宝箱がある方の巡りはいいと思って、宝箱があるという面では良かったのかもしれない。頑張りましょう。ここはジメジメしてるのは嫌なんだよ。私は嫌なんだよ。申し訳ありません。行きやっしょ。さあさあ、お、そう出たね。なんかあるかな。こっちはいけない。宝箱ないかな。あれがさっき取ったやつだね。取って、多いね敵が。あ、あいつじゃん。名前捨てた。ナイス。最初はガンガン盗んでこう、はい、飛んでいるとかそういう概念なくなったのもしかして。ガンナーはさ、待機時間が早いみたいなさ、そういうのも多分あるんだろうね。お前らなんかいるよ。歓迎してやりな。柱の裏にいるぞ。待機中だったね。まあ軽くやっちゃいますよ。出す出す。ナイス。誰がパワーショット覚えた。安物。あ、安物ってそういうことか。安い手榴弾とかね。はいよ、はいよ、ゆう。はい、一発は。ちょっと時間がこの待機画面でも進んでるんですけど、ひどくないですかそれ。あ、てっぺんまで遠いね。え、何ジャンプって。あ、そういうことか。サイサイサイ。ほら、うん、ジャンジャンジャン。あー、ジャンジャンジャン。むずいむずいむずい、ここむずい。え、なんかやってるよなんかやってんだけど宝箱あるね。ジロジロ見るんじゃないよ。なんであなたまあ僕はセーブしますけど、とりあえずおいで。こちらね、助けてやろうかね。まっすぐるといいね。おーい、話しかけられねえわ。だから向こう行けそうじゃない。ダメっぽいな。こっちは行けないな。さあさあ、着きましたよ。ここは蟹。蟹。やっぱりいると思ったんだよね。来るよ。あー、なんか想像してたよ、でかいわ。嫌な形だ。しゃあ行け。そろそろさ、魔獣士とか見てみたいんですけど。魔獣士どれだっけ。魔獣士ねえわ。盗め盗め。バネ、ナイス。ランプの技。とりあえず行け。とりあえず行け。とりあえず行け。なんだ。行け。結構行って。え、なんで？ファインが動かないんだけど。ファインが動かないよ。なんで？あ、動いた。ダイフ行くか。ファインのダイフ見えてるやつだ。さあ、銃を落として。プリキュア。うお、だいぶワイルドな。
けえ。ぬるいやつは置いていく。いけ、クレムラス。気合入れてかかってきな。かっけえな。素晴らしい。あ、やば。いけ。ガブガブ？いや、いけー。俺さ、リュック戦士とかにした方がいいかもな。戦士にしよう。なんか、さあ、いけ。かっこいいな、リュックの変身の仕方が超かっこいいじゃない。それで正直今ダンスは必要ないな。シーフ戦士かな。やめて、ウェイトだからやめて。私アイドルやめます。アイドルをやめて戦士になります。シャキン、やっぱお前これが一番似合うよ。はい、次次。はい、余裕。火力で言ったら戦士3人が一番良さそう。でユーナの戦士もちょっと見たいね。これがあれかな、スフィアだね。お、大丈夫か。ふん、あたしにはわかるよ。そのスフィアはスカだね。なんでわかんだよ。あんたたちにはお似合いそう。若さの勝利。ではユーナが泥棒猫になっちまった。まあそれもいい。もうユーナがねやりたいことやりな。動ける。ここでなんかあるかな、ここら辺。だから僕ワンチャンない。くまなく見るよ俺は。ないねー。さて、あ、指輪で魔法覚えられるのか。まあでもとりあえず3人を育てていけば問題なさそう。かわいいし。兄貴、任務完了。兄貴、そっちで会わなかったかな。え兄貴もしかして助けに来てくれて置いてかれたんかな。なんで兄貴どうした。どうした兄貴。ユーナが危ないってんでいきなり飛び降りやがったな。このざまだし。アホだなマジで。無事なんでしょ。はったかはったか。スフィアの解析頼む。かわいそう。ちょっと待って、どうした、どうした新楽くん。大丈夫か兄貴。ほっといていいよ、自動掃除で解けばいいし。要するに兄貴がいなくても何の問題もないね。かわいそう。大丈夫か兄貴。優しくしてあげよう。ありがとう兄貴さん。どうってことない。俺も言われたい。俺もあの距離で言われたい。リーダーだからな。キリ、それはダメ、それはダメだな。それはダメだな、さすがにな。はい、だからスピアの解析結果は信念聞いて。はーい、おいたち、こっちも情報収集中。はーい、多分これで飛べるんだろうね、いろんなとこに。おそらく。しゅんくん。スフィア見る？もう解析できてるし。見る見る。さ、どんなんなんですかね。あいつはスカって言ってたけど。
お、え？ザナルカンドじゃん。え、これティーデがさ、最初にさ、スタジアムに行く途中の道じゃない？俺覚えてるよ。夏。こんなに綺麗だったっけな。ちょっと覚えてねえわ。どっちだよ。でもエンディングの時に本当に整理券が手に入るとはな。え、誰？これ絶対ブリッジの話してるなんて嬉しいな。絶対ブリッジの話してる。貴重なスフィア？残念なスフィア。あの人って絶対ティーダじゃん。でもドレスフィアにはなるし。あ、マジ？黒魔導士でかルールーになれる。情報だ、カモメ団構成員は配置につけ。はい。おい、いつまでやってんだ。はい、しろ。どんな情報？そう、お待ちかねのお宝スフィア情報だ。リサイド島に少なくとも1個。あ、マジ？ザナルカンドの遺跡にも最低1個だ。マジか。ねえ、どこ行く？どっちにしよう。ミッションセレクトチュートリアル、ダチが解析したアクティブリンク情報をもとにスピラ各自のミッションを選択して物語を進めよう。ミッションを選択するときはダチに話しかけてミッションセレクトメニューをオープンします。バツで、飛空艇ブリッジに戻ります。はい、アクティブリンクチュートリアル。ミッションを選択していくと次々とアクティブリンク情報が入り、新たなミッションや エピソードへとつながっていきます。自分だけの物語を作っていきましょう。これはお前の物語だ。アーロンが言ってたね。俺の物語作ろう。爆発してるけど大丈夫そうだね。なるほどね。はい、左に並んだ地名が低くてできる場所のリスト。はいはい、わかりますよ全部。アクティブリンクするとアクティブリンクって表示される事件の匂いがプンプする場所ってわけだ。はい、ビサイド島です。ピアハント。はい、なるほどね。場所をまるで選択すると解析した情報やミッションの内容がわかる。画面の下に表示されるイージー、ハードなんて表示は、ああなるほど、はいはいはい。場所の数が多いほど敵が強くなる。レベルが低いうちは注意しとけ。はい、以上。カモメ団どこ行く？これがザナルカンド。うやば、ガチ強ガガセテもやばい。ナギ平原も高い。あ、ベベル余裕じゃん。あ、ビーカネル砂漠やばいね。アルベド語の辞書を取り行きたかったけど無理っぽい。マカラーニの森そんなに高いの？雷兵器も高い。ガードサラム低い。原稿語いい？そんなにきつかったっけ。女性陣陣系は低いね。キノコ二変街道。うんうん、はい、まあ、とりあえず B サイド等かな。 GO。わお、懐かしい。ここしゃ、え、マジで懐かしい。やばい、待てるよね。懐かしいっすね。ちょっと装備しようか。リザルトプレート、黒魔導士、黒魔導士やろう。リュックの黒魔導士見たいです。さあ戦士からシャキッ。さあどうなる。めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。魔法パワー全開で蹴散らすぞ。ほんまに可愛い。可愛すぎ。リュック懐かしいですね。ただいま、ただいま。家出娘、家へ帰る。こんな気分なのかな。あ、そっか、確かに家出娘だもんね。リサイドへは旅立ってから初めて帰るんだ。あ、そうなの。相当心配してるぞ。輪っかとかルールとかさ。この角度可愛いね。言うな。
さ。なんか誰もいないね。緊張しちゃうな。何も言わないで飛び出しちゃったもんね。まったくだ。あ、ちょっと太ったワッカさん。大騒ぎになったんだぞ。ちょっと太ったワッカさん。ごめん。来たね。まあ、元気そうで何よりだ。うっすれか。あ、パインっていうの。一緒にスフィアを探してるんだ。なんかつながりあるかな。情けだね。スフィアハンターか。噂は聞いてる。だもんで実はあんまり心配してなかったんだ。うんうん。しかしなんちゅうか、だいぶ雰囲気変わったな。変わったね。めちゃくちゃ変わった。ワッカは相変わらずだね。プニプニ。やめれって。ずっと太ったままなんだね。俺だってもう父親になるんだし。え、マジで。貫禄あった方がいいんだよ。生まれそうなの。おお、ワッカがお父さんか。ワッカがお父さんか。俺も全然実感湧かねえけどな。なあ、誰との子供。父親ってのはどんな顔して子供を迎えりゃいいんだろうな。自分の親をお手本にするとか。何も覚えてない。俺が小さい頃死にね。うん。スフィアも残ってないんだっけ。ああ、なんも。本当？どうしたの？どうした？なんでもねえよ。いや、絶対なんかあるでしょ。それよりあれだ。お前らルーにも顔見せて安心させてやってくれ。頼むぞ。ちょ、ルール久しぶりに会いたい、マジで。永遠の凪節でもさ、出てこなかったから、おお、急に人増えたな。ここあれでしょ、なんだっけ、討伐隊の基地だったよね。あれ、俺がさ、言った時さ、ガッタが生きてたんだけど。キッパーじゃん。使えねえゴールキーパーのキッパー。ユナちゃんひどいな。黙って出ていくなんて。みんな心配したんだよ。でもユナちゃん楽しそうだから、もういっかんだよ。まゆしいまゆしい。お前はボッツやないかい。ブリス開幕に備えてテレコンドンス。いいね。温度しすぎてなまってきたぞ。おい、しっかり働け。お前はダットやん。リサデの様子、相変わらずみんなのんびりやってるよね。何よりだわ。幸せそうで、みんなお金はないね。ないねー。こいつはレッティ。ああ、懐かしい。討伐隊の連中はみんな青年同盟に入って本土に。あ、そうなんだ。ミサイルドローカーコントロールシーズンオフだからのんびり。なるほどね。お前誰。ジャッシュ。あ、ジャッシュか。ユナちゃん持ってきたんだ。びっくりしてきなよ。はーい。さあね、チームビサイドオーラカに挨拶を終えて、ここかな。あれ、ワッカのお家どこだっけ、忘れちゃった。おい、何か掘り出し物あるかなと。あるかなと。何か珍しいお土産。あ、旅行者ですか。掘り出しのもの。何これ。ビサイドパターンが刻まれた鍵。1101001000万101090万9。いらねえよ。買いてえけどよ、ギル足りねえんだよ。さて、あー、一緒だ。あ、水。あ、ウォタガとかウォーター使えるじゃん。正直さ、この指輪とかやるよりもさ、クロマ同士になった方がよくねって思ったんですけど、どう思います？はい、次。ここら辺さ、前回ここら辺に宝箱買ったんだけど、なくなってるね。おい、お前誰だ。大召喚士には見えないよね。まあもうね、召喚できないですし。だから今一瞬宝箱があった気がするんだけど、いつも嫁さんに頼ってる分、たまには恩返しせんとな。お前の嫁、ちょっと見たことないんだけど。ここのさ、隣になんか今見えなかった。あ、ダメだ、気のせいだった。どこだっけ、わっかのお家。ここだっけ。マジで覚えてねえ。あ、ルールじゃねえか。ゆっくお腹をかき、あ、え、
やっぱルールとワッカ結婚したのかも。お帰りなさい。ただいま。ただいま、ルール。ねえねえ、赤ちゃんはもうすぐ生まれるんでしょ。これこれ。まだよ、ワッカ一人で先走ってるだけ。マジか。なんだ。それよりどう、少し歩かない。大丈夫。ルールとワッカがくっついたんで少しは動いた方がいいの。行きましょう。まあ、考えものですね。ああ、もうちょっと探索したかった。さあ、聞かせて。何も言わずに出て行った理由。え、何あのスフィア。これなの。あ、これあれか。例のスフィアね。ティーダのスフィア。若から聞いてる。なんかスフィアの表現が綺麗になったね。天の時も完全に玉だったんだけど。出ました、ティーダのスフィア。キマリがガガテトさんで見つけたんだって。お前があいつの彼女だったらどう思う。似てるわねっていうやつ。少し雰囲気は違うけど。そうそう、雰囲気違うんだよ。髪型が違うんだよね。服も違うし。何か分かったの。何にも。何も。でもまだ調べてないところたくさんあるんだ。楽しそうじゃない。自由にあちこち飛び回って。 Yes, yes, yes. うん、楽しい。こういう旅初めてだし、私がいないから羽を伸ばせるってわけかもよ。おこりんぼのルール言ってくれるわね。頑張ってね。ただユーナは自分の立場を忘れないで。何？え？シンを倒した大召喚士ユーナ、うん、え、ちょっと待って。その名前利用されないように。ユーナのさ、その、 あの胸のとこのさ、あのマークス、私あれじゃん。もう誰にも利用されたりなんかしない。ティーダとお揃いじゃん。あ、ん？動いた。え？本当？触らせて。動いた。まさかパインも触るのか。お前赤ちゃんに弱い系の性格か。俺もだ。せっかくだから、うん、今日は泊まっていけば。ありだね。泊まるのもあり。アリベデルチ。はい、ちょっか行ってみようか。でもな、何を考えてるんだろう。え、なんか、え、こんなとこなかったぞ。ほい、オカリナさん元気そうでよかった。今はスフィアハンターなんでしょ。居直したそう。イエス。犬。え、犬と話せない。何ここ。何この意味深な場所。え、これなかったよ天の時。何一体何なんでしょうか。ここあれだよね、なんかあのミサイドのさ、服は結構売れるんだよみたいな。あ、やってる。ほら、あー、そうだよね、やっぱりユーナ人気だもんね。じゃあこっち。あ、一緒。どっちも。おかりユーナちゃんスピラジで活躍してるんだって。そうですよ。さあ、ちょ、寺院に行ってみるか。パナコいるかもしれないしね。あの石になったパナコ。おい、シンを倒した大召喚師様の村か。野中でいいとこじゃないか。あ、私です。はい、私です。聞こえてねえわ。さて、あ、こいつあれじゃん。いけないんですじゃん。おいちょ、イエイ最高。懐かしいですね、ここもね。ん？ばあちゃん起きて、やぶりめ。あ、でも違うな、団子部屋だったからな、あのおばあちゃんは。ふむ、はつらつとしておられる。島を出てよかったかもしれんの。せやねん。なんか来た、さっきのカキだ。こちらは、ん、見たことない、このじじい。おい、皆様、遺跡の洞窟には行きましたかな。まだです。行った後でいらっしゃいことを教えましょう。うん、
いや、今教えてくれよ。めんどくさいやん。さあさあ、次は右。花子に会えるかもしれない。あ、宝箱だ。イエイ。あんな、お、か、鍵。ビサイドパターンをかたどった鍵穴。あ、これもしかしてあれか、あの掘り出し物のあの90万のあれを変わってからじゃないと無理なやつか。ビサイドパターンが刻まれた鍵があればこの箱を開くことができるんじゃがの、まあ、90万用意しろってことか。お前ふざけんじゃねえ。お前天の時でもお前90万は用意できんかったぞ俺。あ、懐かしい。いや、ここは封印されているのです。大召喚士様もご存知でしょうに。いや別に俺ならよくね。大召喚士だぞお前。ダメっぽい。起きてやぶりめ。よし、なんか洞窟に行った方がいいらしいね。で、輪っかがなんか隠してんだよな。ちょ、リュウリュウ。あ、止まる止まる。ここか。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。パート2ですね。なんとね、今作は、プリキュアらしいです。はい、めちゃめちゃ変身しますね。ねえ、まあ、最初のね、うちは、みんなのね、変身シーンをね、見てもらいたいので、戦闘シーンちょっと多めなんですが、まあ、見慣れてきた頃にはね、バシバシカットしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、ビサイド村に帰ってきましたね。家で娘が。はーい。なんとね、ワッカとルールができちゃってるっていうね、ちょっと衝撃でしたが、まあまあ、でも、順と言ったらそんな感じなのかなって思いました。はい。そしてね、ワッカが隠していることとは何なんでしょうか。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でもお会いいたしましょう。バイバーイ。